じゃあ慌ててキッチンを片付けて お料理配信の準備をしました。そう、ちょっとさ、先に見てほしいものがあるんだけどね。見て、さっき作ってたクマさんの服を完成させてみました。イエーイ ちゃんと服じゃない？ちょっとなんかリボンもつけてみちゃったりなんかして、ちょっとパツパツになっちゃったけどさ 今日4回目だったわ ちょっと今日パツパツだけど、パツパツやけど、ちゃんと完成させてみました。やったね。今日のテーマは女子力なんですかね。女子力、家庭的力 見て、可愛くなったでしょう ちょっとピチピチ系で自慢のボディを見せつけてみました そう、ちょっとね、さっきの配信もまあいろいろ作ったりしちゃったけど、紳士感ある。そうでしょ、そうでしょ。総合女子力ということで、さすが裁縫もできるぞ、天才若ポンの称号をいただきました。ありがとうございます 誰からも 誰に与えられたわけでもなく、そんな配信をして、一人で料理配信するの久しぶり。なんかね、はい、そう、みんなとメンバーと武田バーベキュー先生と一緒にやるのはよくやってたけど、そしてみんな楽しみな今日の献立を発表したいと思います。もう全然忘れててさ、材料とか何にも買ってなかったから、家にあるもので慌てて考えてみましたが、まず準備するのは玉ねぎ。そして家にあったじゃがいも、そしてなんとかギリギリ冷凍庫にあった鶏むね肉です。さあ、この3つのもので何を作るかと言いますと、じゃか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 じゃん、お味噌汁と親子丼でーす まさかの2品 その2つを作ります。卵だ、卵もあります 忘れてた 何のクイズにもならないポンコツクイズでした。そう、簡単で、ちょっとね、あれやけど、家にあるもので作るのはね、本当に得意なの。任せてください。そう、とりあえずね、もうのんびり作っていきたいから、早速やっていこう。みんなのコメントを見つつやっていきます。何作るか迷ったんだけどね、なんか本当はもっと凝った料理とかおしゃれなものを作りたかったんですけど、寝起き5分の頭で考えるとちょっと親子丼が限界でした。家に食材もないしね。サバ缶だけはいっぱいあったんだけど、主婦の技、主婦って言われるのあんま好きじゃないんだけど 褒め言葉として受け取っとくね。玉ねぎとね、じゃがいものお味噌汁が好きなの。美味しい、なんかほっこりする。なんかのやつでも載せたわ、なんか BLT さんかな、雑誌のみんなのお味噌汁みたいなやつで乗した気するわ。あ、ちょうどお腹が鳴りました。お腹が空いてきている。いいよね、なんかさ、私だけかもしれんけど、料理配信ってさ、なんか何回見ても特に飽きるとかなくない？私だけかもしれんけど、人が料理してるとこ見るの好きなんよね、私は。まあ、料理って別にね、飽きられない。じゃあここで一丁やっときましょう。恒例の面白め ちゃんとここでもやる、やるよ、いつでも
出ました。さすが。そうだな、ちょっと大きさ出したいし、縦に切っていこう。ここ座ってるとね、ちょっと切りづらいんだけど、気をつけて切っていきます。どうだか、うん、そう、みんなも星投げたりさ、集めたり忙しいと思うんやけど、バカポのルームに来た時はちょっと気持ちをゆっくりさせてくれると嬉しいな。そして玉ねぎ、茶は、じゃがいもはちょっとの間だけでも水にさらしておきます。アクを抜くといいってなんか聞いたことある気がするので、玉ねぎとじゃがいもの味噌汁ってさ、割とメジャーなんかな。なんか私は結構おばあちゃんが作ってくれてさ好きなんやけど、あんまりさ、なんかわかめとかと比べたら効かんかなと思うけど、大好き。お、割とよくあるんや。じゃあよかった、よかったっていうか、そうなんや。そう、自分の感覚はね、よく出てた？一緒やな、みんな。みんな同じ家庭で育ったんや。じゃがいも3つぐらいでいいかな。味噌汁とかね、もうなんぼあってもいいですからね。あとはね、何が好きやろ。なんかなめことかは、そんなに何の感情もない。わかめと豆腐とかは、もう、ど定番やけど、やっぱりなんか飽きないよね、お味噌汁って。何回食べても不思議。豆腐とかね、薄揚げもね、いいよね。何やろうな、あとは何があるかな。豚汁とかもいいよね。なんで美味しいんやろうな、あんなにお味噌汁って。お味噌汁飲んで泣いたこと何回かあるもん、もう感動して。なんかすんごい疲れてる時とかさ、もう限界やみたいな時にお味噌汁飲むとなんか泣いちゃうよね。さて、じゃがいも切り終わったところで、あ、私お麩そんな好きちゃうかも。別に好きでも嫌いでもないな。でもなんかお麩って結構精進料理とかさ、そういうのでいろんな使われ方してるから、お麩を使いこなせるようになりたいなと思う。ありがとうハート、くまっちょ。味噌汁ってマジでいいよね。なんかさ、小学生の時にね、マラソン大会とかがあってさ、マラソン大会で走り終わったらさ、もう暑い暑いやん、何キロも走ったら暑いのにさ、なぜかね、豚汁が出てくるのよ、走り終わったご褒美として。それが小学生の時本当に意味わかんなかったんだけど、真冬に走らされてさ、暑い中豚汁を飲まさせられて、なんでアイスじゃなくて豚汁やねんってずっと思ってたんやけどさ、そのマラソン大会の後に豚汁ってあるあるなんかな。でも今になったらなんか美味しかったなと思うけど、わかる？そう、小学生の時はさ、絶対アイスの方が良かった。美味しかったんだけど、あるあるなんかな。あー、鍋とかね、確かに。いや、冬はね、豚汁美味しいんやけど、小学生にまだ豚汁の良さは分からんのよね。玉ねぎを切ります。鍋に火をかけておきます。玉ねぎまとめて皮むいちゃえばよかった。そう、でもマラソン大会とかさ、そういう行事本当に嫌いやった。マラソン大嫌いもん。でも一応なんかこう毎日自主練とかしてた、マラソン大会の前になったら。真面目やからさ、出汁はね、もう取っておいてあります。ちゃんと取るのはあんまもう時間かかるからあれやけど、私はもう取っ
ましの良さはでもまだちょっと分かんないかも。大人になったら分かるのかなと思うけど、これは親子丼用の玉ねぎ。基本でも料理雑やからさ、なんかこう配信であんま見せるようなもんじゃないんだけどさ、なんか作り方違うよとか思う人もいるかもしれんけど、まあそこは目をつむってくれると嬉しい。ありがとうみんなハート。まあ野菜は切れたのでちょっと待ってね、一瞬消えます。これはよいしょ、ちょっとまあね人それぞれなんで、とりあえずお味噌汁の中に玉ねぎとじゃがいもをぶち込んでおいて放置します。そして早い、はい、フォークをしてるうちに先にネギを切っとこう。ネギ切るのめっちゃ苦手。ネギ切るの普通に難しい。苦手なことはネギを切ることです。まあ、そんなにいらないんだけどネギは、でもやっぱあると美味しいからね。先にネギをこうなんか斜めにちょんちょんちょんと、もっと薄く切れば、ネギを切っていきます。そして最後にお肉を切りましょう。お肉切る前に、いっぱいハートありがとうみんな。みたろうさん、おすいけさん、ちょっと目が悪くてさ、いい感じ。もう終わっちゃうんだけど、困ったまる。時間のある限り家にあるものでなんかいっぱい作っていこうかな食べきれなくて困っちゃうんだけど、もう作り終わっちゃうんだけど、簡単すぎて、なんか適当に作ってみようかな。はい、それではお鍋っていうかあれやけど、の中に調味料を適当に入れていきます。だし、酒、みりん、なんかあんまね、私汁ダクダクのやつが好きじゃないから少なめでいこう。そして砂糖の代わりに、ちょっと健康的なのでオリゴ糖を入れます。最初はちょっとだけにしておいて、最後にもう一回確認で入れましょう。さーてと、もうできちゃうんだけど、なんかどうしよう、もう一品作ろうかな。玉ねぎを入れといて、火をちょっといけそう。こうしてる間にお肉を素早く切りましょう。あ、ちょっと氷ついてるんだけど、
カロリーを抑えたいので皮は取っちゃいましょう。はい、超健康的。一口大に切ります。親子丼を作っているよ。親子丼って簡単やし美味しいしさ、神やな。はい、完成完成。何人分、一応なんかお母さんの分も多めに作っとこうかなという気持ちです。ちょっと待って、私お米持っておりようと思って。肉ちょっと多いんだけど、お肉大好きなので多めにいかしてもらおうかと思います。足大丈夫かな。後で醤油出そう。ちょっと待って、もしかしてだけど白ご飯がないんじゃないの。死ぬ。マジで積んだこれは。白ご飯自分の部屋に2階に上がったらあるんだけど、どうしようかな。お母さん配信見てたりしないかな。どうしよう、取りに行かなきゃいけないけど自分の部屋にねパックの白ご飯を常備するっていう謎の人間なんやけどさ、困った。ご飯がないというハプニングが発生しているけど、とりあえず肉を入れとこう。行かなきゃならないのか。一瞬で帰ってくるからさ、一瞬止めてもみんな怒らない？みんな星集めに、みんな瞬足で上がっていくからさ。ありがとうございます。だけお肉多く見えるけどね、割といけるよ。まあひとまず蓋をしておいて、お肉は大事なので、お肉じゃないお米は大事なので、ちょっと行ってきます。じゃあみんなちょっと本当にこのまま待っていてください。行ってきた。ごめん、みんなごめん、ありがとう。本当にこんなところで慌ただしくてごめんね。米は無事部屋にありました。なんか起きた時用にね、ベッドの下にパックのご飯を置いているんですよ。早い、うまい、安いが売りの阿部食堂です。できたよ。なんかまだ20分か、なんかもう一品作ろうと思ったら全然作れるんだけどな。
野菜がそもそもないんだよね。レタスぐらいしかない。レタスってなんかサラダにしてるんだよね、いつも。なんかないかな。サバ、味噌汁、フレンチトースト。レタスってさ、どう使ったらいいか難しくない？なんか普通にそのままサラダにしちゃう。卵、卵多いない？レタス炒め物か、なるほどね。レタスとツナとか合うかな。レタスとツナ炒めたやつとか、スープ、味噌スープあるからね。でもちょっと、あ、卵入れなきゃ。卵は2個ぐらいでいいかな。美味しそう、レタスとなんか炒めるの。そうしてみようかな。すぐできそうやし。レタス太めに。チョコライス系ね。でも言うてももう23分か。なんか45分まで配信せずにさ、ゲリラで配信するようにちょっと置いといた方がいいのかなとか思ったり。あ、でもどっちにしろ最後のって読んでるかな。きっと早めに終わるかも、もしかしたら。卵を3分の2ぐらい入れます。そしてかき混ぜます。やっぱね、鶏むね肉だとちょっと硬くなっちゃうんで、やっぱ鶏もも肉が優勝なんよな。醤油出していこうと思います。結局ね、鶏胸肉の方がヘルシーなんだけどさ、結局カロリーのあるものの方が美味しいんだよね。そしてもうちょっとだけグツグツしよう。ご飯をチンしていこうね。これ美味しいよね。親子丼作ってる。親子丼とついでにお味噌汁。あ、お味噌汁もそろそろお味噌入れとかないとね。食べ食堂やってます。私なんか飲食店のキッチンで働いてみたい。お、今お母さんからいい情報が、冷蔵庫に三つ葉あるよって LINE が来た。 Thank you 母、母は偉大なり。なんか居酒屋さんのさ、キッチン、厨房か、厨房とかで働いてたら料理うまくなったみたいな、たまに聞くからさ。じゃあ別にもう一つの作らなくてもいいか。いつもなんだよね、レンジ使うと固まっちゃうの。
か不思議、しょうがないのか、なんかうちだけなんだよね、他のさ人あんまそんな納豆の見たことないねんけど。お、親子丼はもういつでもできそうだよ、いい感じ。どこの家もそうか、なんかあんまさ他の人が配信でレンジ使っててもさ固まってんの見たことないなと思って。アルダーさん、クマさん、ありがとうございます。みんなか、もういつでも食べれるやつだわこれは。お腹空いてきた、いい匂いするから。あ、ペコペコペコ。みんなはお昼何食べるの？合わせてペコ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 。よし、お汁も多分できた。もう絶やけど持ってない。パン美味しそう、ちゃんぽん。みんないろいろ食べるね。すき焼き。いい音鳴ってる。さてと、そろそろ完成させちゃいっかな。ささみチーズカツってなんであんな美味しいんやろうなってぐらい美味しいよね。揚げ物いいな。グツグツいい音が鳴ってます。クライマックスが近づいてきてるのでね。ご飯は健康的な麦ご飯でいきたいと思います。ありがとうね、星のりとかほんと料理作って。さてと、じゃあ最後の仕上げで残った卵をさっと入れて、そしてネギもねちょっとだけ並べて火を通してちょっとしんなりさせるぐらいでいいよね。やっぱふわふわがいいもんね。シュッシュッシュッ。美味しそう。ちょっと半熟に追い卵でいきます。なるほど、弱火でいきましょう。お、これはできたんじゃないでしょうか。盛り付けなきゃ。できないとさ、この辺に物が溜まってきて危ないよね。お味噌汁もいい感じになっています。なんで先にお味噌汁を入れた？具沢山のお味噌汁大好き。味噌汁がとりあえず完成したので、こっちも入れちゃいましょうか。追い卵が今日のポイントです。テレテテテテテレテテテテ。ワカポンの30分クッキング。のんびりしてんな。あんまり出汁が多めが好きじゃないので、ちょっとだけお水を少なめにするのがポイントです。お
お肉いっぱいだ。でも鶏胸肉だからなんか罪悪感も少なくていけます。そしてちょっとなんか三つ葉をのせて、このさ三つ葉とかのせんのってなんでこんなむずいんやろうな。なんかセンスよく盛り付けられたことないわ。三つ葉をバジルとかな。できた、完成。よいしょ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 、親子丼ができました、イエーイいい感じよ。ティ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 、タンタカタン、家にあるものでできちゃいました。あ、美味しいやつすが、マカポン食堂開店です。お味噌汁もね、あ、これお味噌汁はちょっと見せたら危ないんだけど、めちゃめちゃいい感じに仕上がっております。さて、それでは早速実食といきましょう。お味噌汁は危ない。さて、手を合わせていただきます。食べたい、食べたいね。ちょっとここはもうこっちから行っちゃおう。3周終わった、ありがとう。いってらっしゃい。こんなに親子丼を、スプーンやわ親子丼は。お裾分けです、どうぞ。あ、湯気がすごい。ほな、いただきます。やっぱりね、追い卵したからさ、卵トロトロやしさ、蓋してグツグツしたからね、鶏むね肉もパサパサにならずにふんわりしてて、これは完璧です。100点満点です。美味しい。やっぱ玉ねぎもいい味出すよね。なんかさ、ヘルシーっていうか、ヘルシーすぎるわけでもないんだけど、ちゃんと健康でできるのがいいよねこの間からずっと食レポの練習してるから本当食レポをした時に加えて練習をしておいています。みんなで食レポって正解が分かんない。そう、やっぱロケを一応ね狙ってるからそうだよ、ありがとう、みんな見てくれて。スクショする、美味しそうなご飯とともに幸せやわ。だいたいいろいろあれできたから、うん、美味しいね、みんなも苦手な食べ物ね、それがねないんですよ。すごい偉い。苦手な食べ物ないから。あー、お味噌汁が温まる。やっぱさ、玉ねぎとじゃがいも入れたら甘みが出ていいよね。そう、でもなんかめっちゃ掘り下げ、めっちゃ探していったら嫌いな食べ物あると思うけど、基本的になんかそういうメジャーな食べ物っていうか、そんなんは全然いける。いやー、幸せやわ幸せやわ。
料理配信みんな楽しんでもらえましたでしょうか。そしたらよかった。玉ねぎ大好き私。お腹減ってきた。やったね。それは大成功やわ。もうなんか料理しとったら時間あっという間やな。もう40分経っちゃった。楽しかった、よかった。日本人に生まれてきてよかった。大げさやな。お昼ご飯みんなもね、美味しいもの食べてあれしてください。毎週やりたい。でもね、料理配信はさ、なんかいっぱいできるからまたやりたいな。明日はちょっと分かんないけど、多分2日後か3日後にまたやります。なんかね、私が作ったのをみんなに食べてもらえる機会があればいいんだけどね。料理配信楽しい、よかった。みんな今日もね、ここ午後からも元気いっぱい、頑張ってください。じゃあちょっと早いけどランキングを読ませてもらいますね。ありがとう本当にみんな。いくどん、いくどん。13位バッタさん、12位薄池さん、11位総裁場さん、10位ひさおまるさん、9位こばけんさん、8位ちゃんよちゃん、7位のぶ太郎さん、6位ゆいとさん、5位くにさん、4位なべ太郎さん、3位こうさん、2位アルダさん、して1位はてけてけん、爽やかじゃない方のしゅうさん。ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございます。まだね、お裁縫してお料理して、今日でワカポンの女子力も爆上げ、違う方の女子力がみんなに爆上げで届いたらいいなと思います。違う方の、イエイね、本当に 5,6 千人の方々ありがとうございます。あとでね、次一応配信時間決まってるのは23時からなんやけど、もしゲリラで合間にできたら23時半からになるかもしれないし、それはちょっとできるだけ早くね、1時間前ぐらいにはツイートできるようにしますのでお願いします。また夕方ぐらいかな、ゲリラ配信があるかもしれないので、皆さんこちらもぜひフォローして通知をお待ちいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。パチパチパチ。それじゃあ皆さんありがとうございました。お話し会もよろしくお願いします。ちょっと早いけどここで終わっておきますね。ありがとうございました。またね、6000人ありがとね。ごちそうさまでした。